はい、ドどンドんンドどントペ、トペです。よろしくお願いします。本日も始まりました。今日もありがとう、トンペです。本日は5月31日、エスコンフィールド北海道で行われました、北海道日本ハムファイターズバーサス、横浜 DNA ベイスターズの試合を振り返っていきたいと思います。日本ハム、 田中正義と川野投手が打たれたらしょうがないの巻ということでですね、まあ今日、えー、日本ハムと横浜の試合めちゃめちゃね、いい試合して、えー、まあね、惜しくも日本ハムファイターズね、負けてしまいました。まあも僕もね、今日はあの、お仕事だったので、まあね、直接ね、あの、生でね、見ることはできなかったんですけども、まあ仕事終わって、 あの今ね、帰ってきて、えー、11時なんですけどもうしっかり、えー、1回から、えー、最後まで、えー、全部見ましてで、えー、今この状況でございます。今 YouTube 撮っております。まあこれはね、あのー、めっちゃ悔しいよ、うん。めっちゃ悔しい。もうね、日本ハム勝ちかけてたけどまあこれはああのー、まあ、しょうがない、うん。しょうがないわ、うん。ある意味切り替えやすい試合です。 もうねこれ田中正義投手、ね、ジャスティスと川野隆成選手この、ね、2人は今まで日本ハム今年の、ねえー、今日本ハム2位にいるんですけどその2位の躍進はこの2人なしではあの考えられなかったから,だからこの2人が打たれて負けたんやったらもうしょうがないからもう、ね、しかもさあの別々の日に打たれてたらさ2敗やけどさ今日1日やったらさもう1日で負けたやん、ね、川野投手も。 田中正義としても、二人が同じ日に打たれるのが珍しいよ。そう、それで負けたら、一敗で済んだんやから。そう、ほ通常やったら二敗することや、別々で打たれたな。だから今日は一日でね、あのー、済んだから、うんあのー、切り替えやすい。うん、もうこれはもうしょうがないもう。ジャスティス川野が打たれたら、もうね、誰がいっても打たれてました、うん。日本ハムの一番のね、クローザーと、ね、抑えてくれるピッチャー、二人ですから、そう、しょうがないです。 はい、ただね、今日ね、日本ハムね、いいところたくさんあったから、そのたくさんいいところを振り返りましょう、まず、1軍と2軍の入れ替えがありました、今日はですね、えー、清水雄心保守とね、えー、宮崎選手が、えー、2軍から1軍に上がってきまして、ね、清水選手は、えー、昨年ね、あのグローブ外し事件ありましたね、エスコンでね、ランナー帰ってきてる時にグローブ外してね、相手を、えー、 生還させてて、しまって新庄監督がね怒って2軍に生かされてで、まあ、今年初めての1軍でね、まあ、あの2軍ではねしっかり結果残してましたからもう。 でファンの方はいつ来てもおかしくないって言われてたけど、ここで来ましたね。で、宮崎選手もね、ルーキーで期待されてるドラフト3位の選手で、えー、今日ね、上がってきて。まあ、この2人ね、スティーブンソン選手と石井選手、まあ、2人とも良かったんやけどね、この2人と入れ替わりで上がってきました。まあ、これは層が厚いですよね、日本ハムね。まだまだ2軍にもいい選手いますから。で、えー、まあ、今日は東選手、横浜東投手、ね、セ・リーグの 代表すす。る左ピッチャーで,すで、えー、日本ハムは金村翔真投手もともと中継ぎで今年は出てたんですけど中継ぎから先発に、えー、転向して、えー、そこで先発で、ね、まだ勝利を挙げてないので、まあ、いいピッチングは、ね、あの続いているので今日は何としても、えー、勝ちたいという気持ちがみなぎる、えー、試合でした。 でまあ先制されたのはね、あの横浜に先制されたんですけど、まあ、タイムリー打たれて、でその後に、えー、筒香選手からも金村選手、ホームラン打たれましたけど、まあ、僕は立ち上がり悪くはなかったと思います。あれはね、筒香選手のホームランだって、それまで筒香選手、金村選手のストレートに全然ねあの、対応できてなかったから、あれはもうストレート投げますよ。そこで筒香選手がホームラン打ったやから、もうしょうがないですね。 はあ、もうあれは筒香選手のうまさです、ねメジャーから帰ってきて、初エースコンフィールドであの打球打てんねんから、素晴らしいわ。うん、で、まあ、これ、2対0で先制されましたけども、まあ、立ち上がりは僕、金村翔投手、良かったと思います。で、その後ぐんぐんぐんじ、東選手のカーブを、ね、あの打球で放り込むんやから、すごいパワーよ、ね、第5号、ね、自己最多記録を更新していってるからね、今ね。 郡司選手のホームランその後水野選手の見たあの打球あの小柄な水野選手からあの打球が生まれるんですよあれはねホんまホームランアーティストのね打球ですね筒香選手に負けないぐらいの本当にそのぐらいのホームランを見せてくれましたこれで2対2いやホームランでまさか追いつくっていうねいやもう 今年の日本ハム、パワーもありますよね。あの、一発打てるバッターもいますから。水野選手もね、今年初ホームラン打って、そっからポン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 出てくるからね、これ2桁いくよ。郡司選手もいくよ、2桁。これで2対2。ここでしまった野球になっていくんですよね。同点のまま行って。で、その後8回ですね、えー、山崎康明投手が出てきました。まあ、山崎選手はね、もうね、 あのね、色んな経験今までしてきた。選手やってんけど、まあその山崎選手からですね。えー、まあ、ヒットを打ってランナー出てで、そこで磯畑選手にダイソー変わるんですね。で、磯畑選手があのー、ま1、あ、塁に行ってる時に山崎さんが。 あのプレートを外さずに牽制したということであのボークになったんですねまあこれちょっと僕ね映像で見る分ではちょっと外れてるというふうに思ったんやけどまあ三塁塁審から見たらちょっと外れてないように見えたんかなまあこれ日本ハムからしたらラッキー横浜ベイスターズからしたらちょっと不運やってんけどそうまあこれでボークでノーアウトランナー二塁になりましてでえー、まあここでえー、松本剛選手が。 バントを決めますで山崎さんもね今までいろんな修羅場くぐってたけどちょっと緊張してたかなあれで1塁にさ、あのー、投げてた時に悪送球になってでそれがあのー、磯畑選手は2塁から3塁に帰ってきてで松本選手は2塁に行ってこれで3対2もう今の日本ハム接戦強いです1点あれば十分ですから。 まあここで、まあ多くのファンは、よっしゃーってなったと思います。ただね、僕はここでもう1点入れてほしかったな。そう、ここでもう1点入れてほしかった。次のタミヤ選手で、サードライナー。あれ、惜しかったな。あれはでもいい当たりやってんけどな。まあでも、打たせるか。タミヤ選手やったら、打たせるか。で、その後清水雄心選手、ここで新庄さん代打を送ってくるんですよね。清水選手もね、初球から打ってよかったけどね。まあ、ショートゴロ。 あれね狙いは良かった初級で良かったんですよねまあこれはシャンでその後も打ち取られて、まあ、3対2、まあ、でここでジャスティス出しますよ日本ハムはね抑えですから抑え田中正義選手なんですけどでやっぱりベイスターズね外選手も去年はおったけどさ今年はオースティンやっぱオースティン あのね、怪我で大体離れてるんやけど俺、まあ、る時いつも不気味なよなやっぱ僕も横浜の試合とかよう見とったけど、まあ、オースティンあそこで打つかあ1人目で、ね、田中正義投手三振にし、ね、とめて結構球自体僕良かったと思うよねでオースティン選手のあの1球だけちょっと上に行ってあれがちょっとオースティン選手の好きな場所なんですよねあそこあれがねホームランにもう打った瞬間分かったね うん、右にあれ打てんねんからあれがオースティン選手のパワーですよ。まあ、これでで、えーまあ、横浜が、えー、同点に追いつきます3対3です対ただね普通のピッチャーってここからねドドドドドドって崩れていって、まあ、どんどん打たれていくんですけど、まあ、田中正義投手さすがやなと思ったのはこのあとしっかり落ち着いて、えー、相手をね抑えて。 まあ9回の裏の攻撃につなげたっていうのはやっぱりジャスティスねあのただでは終わらない抑えのさすが日本ハムの守護神だなと僕は思いましたでその後のねあの横浜のねあの守護神の森原選手が登場したにまに初球からね日本ハムの選手は打っていってあれでよかったと思うんですよ ね、追い込まれるとね、あのー、打ち取られる可能性があるんで、まあ、水野選手の打球も惜しかったしね結構狙いは良かったと思うで1番はやっぱその水谷選手の当たりをねあれも誰もがさよならホームラインと思ったよねあれかけーるんで打った瞬間もあ行ったって思ったよね <laughs> 新庄監督もベンチから出てよっしゃーってやってたもん うわーってなった時の顔とかね、あのー、やっぱ、ほんまに入ったと思ったやろなと思った。僕も、ね、映像で見て思ったもんな、言ったように。あれは欲しかった。まあでも、プロ初ホームランがあそこでサヨナラホームランやったらもう劇的すぎるもんな、うん。まあ今日もね、楽天がヤクルトにフランコ選手がね、代打、逆転、満塁ホーえ、逆転、サヨナラホームランを打って、ね、えー、そういうのもありましたけど、まあ日本ハムも、 ね、水谷選手が打ってさよならプロ初ホームランになってたかも分からんからねいやもうこればかりは紙一重やなこれはもうしゃあないもう打った水谷選手うまかったし、うん、でその後十10回に川野投手が投げて、まあ、川野投手をね、まあ、いつも抑えてくれてるからいつも抑えてくれてるからもうしゃあないよ川野で打たれたらもうしゃあないってそうまあこれで川野選手1勝2敗か、うん、でもその後杉浦選手もねしっかりあのツアーとかで出て抑えてくれましたから はい、オースティンをね、うん、もうこ,のこの3人おんねんから今安心よ田中正義川野杉浦いますからそうマーフィーもおるからねそうザバラもよかったから甲子園で、ね、なので日本ハムは矢澤もおるから <laughs> そうなのでいろんなねいいピッチャーがね、えー、日本ハムはいるので、まあ、今日はたまたま打たれましたけど、まあ、また切り替えていきましょうよっていう話ですまあ裏の攻撃もね あの惜しかったけど、郡司選手、最初出てね、その後あの送りバントで進めて、ね、さよならあるかなと思ったけど、たみや選手、打てんかったらしゃあない。今、一番いいバッターはないから、そのタミヤ選手が打てなかったら、もうしゃあない、松本剛選手はね、うん、ただ今日松本剛選手の3回の,あのオースティンのセンターの大飛球、あれをキャッチしたのがすごかったよね、あの打球取れんねんから。うん、あれはあのー あんなん難しいよ <laughs> あれを取ったのはすごいね、うんまあ。ということで今日はソフトバンクも勝ってほとんどパ・リーグのチーム勝ってるんですよね。で西武と、えー、日ハムは負けてるんですからねそう。だからまあロッテは10連勝ですかしましたし、まあ、ソフトバンクにも差を広げられて4ゲームですけどもまあまあまあ交流戦僕日本ハム優勝すると思ってますから、はいまあ、ここからやってくれると思いますよ。はい ま,あまだ交流戦も始まったばっかりですから日本ハムと阪神はねあの、雨天中止で始まりましたから、き、まあ、今日がね3試合目ですから、まだ他のチームより少ないので、まだまだみんなね、あの元気よく明るく <laughs> あの見ていきましょう。で、明日はね、加藤投手が先発予定でございます。もう加藤で、加藤ってね、もう日本ハム、えー、のファンの皆さん言ってると思うんで、まあ、加藤投手に明日は。 あのやっていただきましょうよ、うん、今日のね悔しさをあの晴らしていただきましょうはいということで、えー、皆さんもですね今日の試合振り返って、えー、ここ良かったなとか、うんまあ、感想とかもあると思いますんでじゃんじゃんコメント欄に書いていただきたいと思いますということで皆さん今日も見ていただきましてありがとうございましたおつとんありがとうございました